佐藤信夫コーチからはどんなアドバイスが最後浅田真央にかけられたのか。うなずいて一言一言。とにかく去年からワンシーズンでは叶わなかった夢をじっくりと時間をかけて育んできました。全日本選手権2年ぶり5度目の表彰台、その中央へ向かってトリプルアクセルとともに狙いを定めます浅田真央。体勢整うそのギリギリまで場内からは真央ちゃんの掛け声。パッと笑顔に切り替わって4分間が始まります。 0.16 ポイント差。最初の問題はジャンプです。ダブルアクセルですね。足の切り替えは早かったようです。トリプルフリップ、ダブルループ。浅田ダブルループ、ダブルループ。伸び伸びジャンプが決まっている。ダブルサルコ。ここは2回転でした。
この曲とこの演技とともに締めくくりたかった浅田真央、愛の夢が今一つに大きくなって空に放たれたところです。穏やかな表情とともに浅田真央の2011年のシーズン、その戦いの滑りは終わりました。国分さんも実況席から拍手を送っていました。はい、そうですね、もう自分をコントロールしながら本当にいつも通りの演技を見せてくれて、はい、いや本当感動しましたね。最後天を仰いだその瞬間に本当にどれだけ頑張ったんだろうと思って胸いっぱいですね。素晴らしいです。いやもう本当に荒川さん言葉もありませんがね。そうですね、後半で2つジャンプが乱れてしまったのがあったんですけれども、はい、数日間氷に乗れなかった時期が試合の前2週間の間にありましたから、そうですね、その分体力というのも非常にこの大会に合わせていくのに難しかったところもあったと思うんですね、はい、ですけれども最後までこのプログラムは2シーズン目ですので、本当に音楽を自分のものに捉えて、はい、そして音楽に合わせて滑り込みができているという本当に彼女に合ったぴったりのプログラムだなっていう、本当に改めて毎回見るたびにプログラムの良さも感じました。このプログラムの本当の完成はまだこの先の大きな舞台に残してという中、滑り切った浅田真央の姿です。素晴らしかったですね。もう本当に何も言葉はいらないと思います。で昨日のショートプログラムも、はい、実はその何も佐藤の某コーチはおっしゃらなかったらしいんですね、でもそれはもう自分の中でダブルアクセルに決めてやろうと、はい、で2人 の, その佐藤先生と浅田選手 の, その2人の気持ちというものもどんどん今シーズン合ってきて、はい、でこうやって戦って二人三脚で戦ってきて、でこの全日本、その前に大変なことがありましたけれども、はい、でもそれもまたつないでいって、はい、このフリーは本当に素晴らしいものがあったなと思います。浅田真央自身も心の中での二人三脚も、そしてリンクサイドでの二人三脚も、会場とそして浅田真央との二人三脚もみんなに支えられて迎えたこの週末、全てからひとまず解放された浅田真央、大きく息を一つ吐きました。そしてキス&クライです。浅田真央の点数が出ました。フリースケーティング 118.67、 ショートと合わせて 184.07、 現時点で鈴木明子をかわしてもちろんトップです。今大会欠場は考えていなかった浅田選手は十分には練習はできませんでした。今キス&クライで佐藤コーチとともに今日の演技を振り返っています。その顔には少し笑顔も見られます。まだまだこれが浅田選手にとっては通過点、最終目標はソチオリンピック。まずはこのいつもとは違った緊張感の中戦った今回の全日本フリーの演技を終えて、浅田真央選手は今何を思うのでしょうか。